五老星の悪魔の実と能力の全貌。現在クライマックスを迎えているワンピース、そのワンピースで最も注目されているのが五老星の悪魔の実と能力の全貌。ついに判明した五老星のモデル、サタン星が牛鬼、ナス次郎星が馬骨、ウォーキリ星が放棄、マーク星がいつまで、ピーター星がサンドワーム。果たして彼らの能力の全貌とは。ということで今回はですね、五老星の悪魔の実と能力の全貌について徹底考察したいと思います。なおワンピース第1110話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。時間がないサタン、ベガパンクに自由に喋らせるべきではない。呼ぶぞ。ああ。第1109話、ベガパンクが残したメッセージが世界中にばらまかれるのを防ぐためにエッグヘッドに降臨した世界最高権力五老星。五老星の能力の全貌がいよいよ明かされました。科学防衛部神ジェイ・ガルシア・サタン星は牛鬼、環境部神マーカス・マーズ星はいつまで、本部神トップマン・ウォーキリー星は放棄、財務部神イーザン・バロン・ナス・ジロ星は馬骨、ノム部神シェパード・ジュ・ピーター星はサンドワム。皆さん、そんな五老星の悪魔の実について風格見ていきます。コンセプトは間違いなく生物系の妖怪。サタン星のモデルについてはこれまで何度も考察されていたように、やはり牛鬼。そもそも牛鬼は西日本に伝わる妖怪で、主に海岸に現れ浜辺を歩く人間を襲うとされており、非常に残忍獰猛な性格で、さらには毒を吐き人を食い殺すことも好むとされています。目つきが妙で毒でもまとってるのか。実際にサタン星も牛鬼のようにですね、毒を使った攻撃をしていることから完全に整合性が取れましたよね。また第1095話、サンジとフランキーがサタン星の能力で動きできなくなっていましたが、これはサタン星が牛鬼なので蜘蛛の糸で動けなくさせていたという感じでしょう。この辺はドフラミンゴの糸々の実と同じ理屈ですが、となるとサタン星はそもそもパワーや耐久力が高い基本系の能力者ですよね。毒を使った攻撃や他にも能力を持ち合わせているので、糸々の実のドフラミンゴ、毒毒の実のマゼランの能力を合わせ持ちつつ、フィジカルも最強レベルのドフラミンゴマゼランの完全上位互換といったところ。そして注目したいのが肉体の再生する能力です。サタン星のモデルはゾーン系能力者牛鬼ですが、牛鬼でありつつも蜘蛛のような能力を持っています。それを先ほど説明したように、第1095話、サンジとフランキーをドフラミンゴの糸々の実のように動けなくさせた能力は牛鬼というよりももはやクモの能力。というのも実はですね、100回図鑑に登場する牛鬼は牛型ではなく土蜘蛛型の妖怪として描かれており、こうした身体的特徴から小田先生はクモの能力も取り入れているんです。となるとですね、サタン星のもう一つの能力にも整合性が取れてきます。それが肉体の超再生。血が消えた。おい、なんで再生するんだあいつの体。第1104話、サンジの発言からもサタン星が肉体再生していますが、これもクモの能力なら説明がつきます。クモは足がちぎれても何度でも脱皮を繰り返し再生することで有名ですが、今後サタン星の実が肉体再生をする場合はクモの能力でしょう。しかしこの考察は違うかもしれません。というのもですね、第1110話、太陽の子でサンドワームを一刀両断し、ルフィをサンドワームの肉体の中から救出。もし一刀両断されたシェパード・ジュ・ピーター星のサンドワームが肉体再生できない場合はここで絶命になってしまうため、肉体再生はですねサタン星以外も使える可能性が全然あり得ます。ただし魔法陣の能力などは妖怪牛鬼の特徴ではないので、この辺は後ほどまた考察します。次にトップマンウォーキリ星のホウキです。ホウキは巨大なイノシシの姿をした乱暴な性格の妖怪です。逸話としては家畜を襲い田畑を荒らすだけではなく人間も食い殺し、多くの人にとってですね恐怖の存在だったとされています。またですね、鎧のように頑丈な毛皮で覆われているので普通の武器では全く歯が立たないとされています。このことからですね、最新話考察では強力な絶対防御の能力者と考察したんですが、その場合にはサタン星の再生能力と耐久性という意味では重なるので、おそらくですねこの能力は違うでしょう。ちなみにウォーキリ星のモデルホウキですが、姿形が巨大なイノシシの姿をしてますよね。これは実は伏線があって、それがウォーキリ星の顔。よく見るとヒゲの部分がイノシシの牙になっていて、小田先生なりの遊び心でしょうか。そしてウォーキリ星のホウキの能力ですが、サンドワームが地中に潜ったり、いつまでがフロンティアドームに突っ込んだり、馬骨がパシフィスタを凍らせたりと、五老星たちが能力の片鱗を見せる中で唯一見せ場がなかったのがウォーキリ星のホウキ。ただしここまで考察したように、サタン星のようにウォーキリ星のホウキも超再生能力を持っている可能性が高そうです。他にもですね、ホウキならではの攻撃性能を見られるのではないでしょうか。そして注目のホウキの悪魔の実の名称ですが、ホウキがイノシシということなので、シシシシの実、幻獣種モデルホウキでしょうか。
そして面白いのがマーカス・マーズ製のいつまで。いつまでももちろん妖怪。いつまでとはですね、鳥山石燕による江戸時代の日本のですね、妖怪画集今昔画図族百鬼に登場する怪鳥。またもう一つ、いつまでといえば太平記に登場する怪鳥のこと。太平記によればですね、1334年の秋、疫病が流行し病死者が多く出た頃に、毎晩のようにですね、怪鳥が現れ、いつまでもいつまでもと泣いて人々を恐れさせており、このことからいつまでという名前になったという逸話があります。またいつまでは源頼政のですね、濡れ退治にちなんで弓の名士に退治させようと考え、カブラ屋で見事退治されたとのことです。要は埋葬されず放置された人の死体の無念が鳥になった妖怪がいつまでなんです。これほど先生のチョイスが面白いのが、いつまでの元ネタって死体を放置されたというめちゃくちゃ雑な扱いをされているものなんです。天竜人である五老星のモデルとしてふさわしいかどうかで言えば圧倒的にふさわしくない。つまり太田先生の皮肉が込められている。後ほど紹介しますが、五老星は家畜をモデルにしている可能性もあり、こうした天竜人でありながらも言ってしまえば人間以下のモデルに当てることで皮肉、つまり太田先生はモデルを通して天竜人を否定している。またそんないつまでは第1110話でなんとあのフロンティアドームに突撃。そもそもエッグヘッドのフロンティアドームはエッグヘッドのラボフェーズを守る装置で、近づくとレーザービームが発動し、レーザーであるキザルを除いてラボフェーズに侵入できない装置ですよね。にもかかわらずマーズ星は単純な突撃でバリアを破壊して突破していたので、マーズ星にはロギア系のピカピカの実のような対レーザーの肉体、もっと言ってしまえばですね、肉体再生能力が備わっている可能性が高いです。これはサタン星の持っている肉体再生、シェパード10ピーター星のサンドワームがドリトブロギーに一刀両断されましたが、こちらもおそらく再生することから、マーズ星のいつまでもフロンティアドームに突撃して肉体再生能力で再生するでしょう。つまりゴロ星は肉体再生能力が全員に備わってるんです。おそらく今後マーズ星はナミやウソプたちの元に吸収し、能力の片鱗が明かされていくでしょう。そして注目のマーカス・マーズ星のいつまでの悪魔の実の名称ですが、トリトリの実幻獣種モデルいつまででしょう。そして注目したいのがシェパード10ピーター製のサンドワーム。そもそもワームとはですね、ヨーロッパ神話や民話に登場する伝説上の生物で、細長い蛇のようなドラゴンの一種を指しますが、もともとは大蛇を表す言葉。ちなみに古英語のワイアームはベオウルフやイングラの民話の中ではドラゴンの意味。すごいですよね。偶然か必然か、サンドワームを竜に関する生物とされているんです。この設定が意図されたものか、それとも偶然だったかは不明ですが、天才小田一郎先生ならば綿密な設定を作るはずなので、正直この設定すらも取り入れている可能性もあります。そして面白いのがサンドワームは最終的には騎士によって倒されている運命です。そして騎士といえばワンピースの中では神の騎士団が挙げられます。そして神の騎士団といえば大戦は中3までシルエットで描かれたシャンクス。では神の騎士団であるシャンクスが最終的にはサンドワームのシェパード10ピーター星を倒してしまうのかという感じなのでしょうか。ここでシャンクスと世界政府の関係についても再度見ていきます。なあベック、そろそろ取りに行こうかワンピース。ご存知シャンクスの目的は現状ワンピースを奪うことですが、ない、敵船から奪ったゴムゴムの実が。第1話でルーが言っていたように13年前政府の船で護送中の悪魔の実が奪われた。そして第1017話ではフーツフーが奪われたことを発言し、赤髪の船だ、 CP9 が乗ってるみてえだ、面倒だな、構わねえ、行くぞ。そして極めつけが第1054話、シャンクスの核階層が描かれ、シャンクス率いる赤髪海賊団は13年前、イーストブルーである敵船からゴムゴムの実を奪い、その敵船は CP9 フーツフーが護衛する世界政府の船でした。この時シャンクスはベン・ベックマンの面倒だから避けたいとも取れる発言に対し、なぜか強引に政府の護送船を襲撃。またこれまで赤髪海賊団といえばカイドウとの小競り合い、キッド海賊団と戦闘したりなど対海賊に対しては好戦的なイメージですが、政府の船に対しては特に恨みも持っていませんし、襲撃する理由もありませんよね。にもかかわらずシャンクスはなぜ襲撃したのかはこれまで何度も考察してきました。これはシャンクスが意図してゴムゴムの実を奪ったということです。ゴムゴムの実はいつの時代も世界政府が回収を試みてきたが、決してその手中に収まることはなかった。800年もの間だ。そして第1044話、ゴムゴムの実については政府が回収を試みてきたことがイーザンバロン・ヴィーナス・ジロー星のセリフから明かされましたが、そんな政府が追い求めた宝、虎のことも言えるゴムゴムの実を政府がやっとのことで手に入れたのに、シャンクスが奪っちゃうのは政府からしたらシャンクス何してくれてんねんって話ですよね。これはシャンクスがいくら天竜人であろうとです。つまりシャンクス自身は天竜人、世界政府に対し反逆行為をしたことに値します。つまりサンドワームが最終的にですね、騎士によって討ち取られるというのはシェパード10ピーター星がシャンクスに討ち取られるという解釈になるのかもしれません。さすがにこの設定通りに物語は設計しないでしょうが、といつも天才小田先生ならばこうした資料は絶対に目を通してるでしょうし、面白いと思ってサンドワームの逸話もつなげてきててもおかしくありません。そのくらい小田先生はですね、細かいところに全て気を使っているんです。そして注目のシェパード10ピーター製のサンドワームの悪魔の実の名称ですが、ヘビヘビの実幻獣種モデルサンドワーム、もしくはムシムシの実幻獣種モデルサンドワームのどちらかじゃないかなと予想します。
そして個人的に一番注目しているのがイーザンバロンブイナス二郎星。なんとモデルがですね、あのバコスです。バコスとは江戸時代中期から後期に描かれたものが残る土佐お化け造紙に記載されている獣の妖怪です。ガマの妖怪ヤドモリと蚊帳の中で向かい合い何かを語っている様子が描かれていますよね。またその名の通り馬の骨から生まれたとされる不気味な存在で、バコスの名前の由来は死んだ馬の骨からなる妖怪、そして馬が死んだ後に遺骨に宿る怨念や霊力が妖怪へと変貌したという伝説が残っています。このですね、死んで妖怪に変貌するというのが後々重要になってくるので覚えておいてください。これがまさにバコスの基本的なプロフィールなんですが、これだけだとモデルがバコスなだけで特にワンピースと関係なさそう。さらにいろんな妖怪がいる中でなぜバコスなのか不思議ですよね。ここからものすごく点と点がつながってきます。麦わらの一味の中でも皆さんは誰が好きでしょうか。ルフィやゾロ、サンジなどは人気ランキングでも上位に位置するので、例えばワンピース公式のルフィのイメージ動物が猿、ゾロのイメージ動物がサメ、サンジのイメージ動物がアヒルみたいな情報は好きな人は知ってるかもしれません。では麦わらの一味の中でも人気は上位ではないんですけども、イブシギンの活躍が目立つあのキャラクターのイメージ動物はご存知ですか。そう、ブルックです。死んで骨だけブルックです。どうぞよろしく。ブルックといえば以前はルンバー海賊団で船長代理、スリラー爆編で8人目の仲間として麦わらの一味に加入。そんな彼のイメージ動物はなんと馬なんです。そしてブルックといえば骨、完全に白骨化しています。馬と骨、そうブルックはまさに馬骨。そして極めつけが妖怪の馬骨の方の逸話。結論から言うと馬骨とは火事で焼き死んだ馬が化けた妖怪。ここで重要になってくるのが火ではなく死んだ馬が化けたということです。重要なので2度言います。馬骨は死んだ馬が化けた妖怪なんです。つまりある意味で馬骨は化けるという手段で現世に蘇っている。そして皆さん、死んだ馬が蘇るといえば何か思い出しませんか。ワンピースの世界には死者蘇生はないんですが、唯一例外があります。それがブルックの読み読みのみです。ブルックといえば2度の人生を約束された復活人間。一度死ななければ能力が発揮されないという数ある悪魔の実の中でもとりわけ異質な能力者です。よって実を食べてから死ぬまでの生きている間は金槌などの悪魔の実のデメリットだけが現れますが、命が尽きた後に黄泉の国から魂だけで舞い戻ることができて、そこから自分の板に戻ることで復活できるんです。ここまで言えばもう皆さんお分かりかと。つまりですね、妖怪馬骨の火事で焼け死んだ馬が化けて現世に蘇っているということと、ブルックの読み読みのみで一度死んだ人物が蘇るというのは完全に知ってるんです。ここまでで妖怪馬骨とブルックの共通点が馬をイメージ、骨であること、蘇っているという3つ分かりましたが、ではモデルで馬骨のイーザンバロンヴィーナス二郎星に話を向けると、さらに衝撃の事実が見え隠れします。切られてる、違う、一部凍っている模様。第1110話、馬骨に化けたイーザンバロンヴィーナス二郎星は刀できると対象を凍らせる剣技を披露。そして凍らせるといえば元海軍大将クザンですが、もう一人いますよね。そうブルックです。新世界編に突入したブルックはいくつもの新能力を習得。その代表的なものが読み読みのみの凍らせる攻撃能力。ソウルを持った剣は読みの霊気をこの世に伝えることで凍える剣となって、ブルックが切りつけた相手を即座に凍結させることができますよね。つまりまとめると、ブルックとナス二郎星はこうも共通点が多すぎる。一つ目にナス二郎星もブルックも馬をイメージモデルにしている。二つ目にナス二郎星のモデルは骨であり、ブルックも肉体が骨である。三つ目にナス二郎星のモデルは化けて蘇り、ブルックも蘇っている。最後に二人とも剣技で凍結させる能力を持っている。そしてここから一つ言えるのは、イーザンバロンヴィーナス二郎星の蘇生能力です。仮に馬の実幻獣種モデルバコスならば、バコスの現世に化けて蘇るという能力自体もですね存在しているかもしれません。その場合はですね、サタン星のですね完全再生能力のような形になるのか、それともイーザンバロンヴィーナス二郎星が死亡した時に読み読みの実のように一度だけ現世に復活できるのか、この辺は後日動画で検証したいと思います。ここまで考察した通り、五老星にはそれぞれの悪魔の実の名称があり、それぞれのモデルが存在します。しかし五老星の共通能力がある。それが肉体再生です。血が消えた、おい、なんで再生するんだあいつの体。第1104話、サンジの発言からもサタン星が肉体再生してますが、一刀両断されたサンドワームもフロンティアドームに突撃したいつまでも致命傷ってこのまま死亡とはさすがになりませんよね。となるとサンドワームといつまでは来週で肉体再生が行われるはずです。となると馬骨と放棄も含め五老星全員には肉体の再生ができる特殊能力があると考えるのが自然。復活は当然、あいつらは覚醒したゾーン系の能力者だ。異常なダフさと回復力が売りなのさ。第544話、クロコダイルより明かされた悪魔の実の覚醒能力。クロコダイルによるとゾーン系の覚醒者はタフさと回復力が最高値とのことですが、ワノ国編でルフィがエグヘッドではルッチがゾーン系の覚醒者の印である箱の物のようなものをまとって登場し、確かに抜群のタフさを見せています。そしてここで一つ可能性があるのが、覚醒にも段階やレベルがあるという考察です。そもそもサタン星をはじめとするゴロウ星は全員がゾーン
恩恵の覚醒者の印である羽衣をまとっています。つまり五老星はクロコダイルのようですね、異常なタフさと回復力を持ち合わせているんです。その極致といえるのが肉体再生能力なんです。もちろんですね、別の可能性として武装色の覇気や覇王色の覇気の進化能力が肉体再生能力という可能性も考えましたが、その場合は非能力者も肉体再生できてしまうのがどうしても引っかかります。もしも覇気を極めた結果肉体再生が可能になる場合、作中随一の覇気使いであるシャンクスも当然ですね、肉体再生ができるはずですよね。にもかかわらずシャンクスは腕を再生しないということは、そう、肉体再生能力は覇気とは無関係で、結論ゾーン系の覚醒者にだけ使える能力なんです。そしてものすごい強そうな5人の悪魔の実なんですが、これには天才オード先生の強烈な皮肉が効いてます。すでにですね SNS でも有名なものなんですけども、サタン星のモデルは牛気は牛、マズ星のいつまでが鳥、ボキリ星のホウキが豚、ナスジロウ星の馬骨は馬、ピーター星のサンドワームはワームと書いて蚕。となりですね、モデルの動物に共通するのは家畜なんです。そしてこの家畜というのにはですね、実は2つの意味があって、1つはですね、天竜人でありながらも真の世界最高権力者であるイム様に五老星たちが飼われているという意味です。そして2つ目は、世界貴族であり他の人間や奴隷を飼う立場の天竜人でありながらも悪魔の実のモデルが逆に飼われている動物になっているという小田先生なりの強烈な皮肉ではないでしょうか。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では